はいどうも、ライツゲームズのライツです。というのやっていきますか。ドラゴンクエスト2続きから、てかもうほぼ多分ラスト。今レベル33、31、25、装備はどんな感じかな。なんか適当にレベル上げたから装備はもうよくわかんないね。全部ロト全ロトで装備ね。なんかね、いろいろ手に入ったっぽいんだけど、別にそのままでいいかなっつってから、悪魔の鎧捨てよ。なんかね、ここに来てなんか普通ならいろいろもらえるはずなんだけど、もう多分物が多すぎてあれだったな。全然敵から道具もらってないな。これ尻尾とか意味あんのかな。でも悪魔系は装備しない方がいいような気がするから捨てよ。よし、オッケー。さあ、ボス、ラスボスのとこ行きますか。で、一応ね、あらかた、どういうルートで行っていいのかなっていうのは、まあ、なんとなくやっちゃったから、こっちの道だったと思うんだよな。多分な。出てほしくない、敵は。一応クリアしたことないんで、お、一匹いいね。今回は全同速で行く、まあ、倍速使う可能性もちょっとあるけど、音でかっ。音1でいいんで。うちのテレビ、音50ぐらいまでできるけど、音1です。イヤホンにするとなんかね、音でけんだよね、めちゃくちゃ。1でちょうどいい。ちょうどよくてよかった。こっちの道だったっけなぁ。あー、なんか違う気がするけど、こっちでいいんかな。これね、道間違えたら超めんどくせえから。ギガンテスか。まあ、ギガンテスぐらいだったら、ちゃんとこういうイオナゾンとか使っていく。どこじゃ、いいね。82、69。なんで 69? もうすぐ死ぬからか。んで、こっからは、ま、普通にやりますか。倍速するとね、あれなんだよ、とりあえず適当に攻撃しとったら、いつの間にかね、スケさんが死ぬんだよな。スケさんマジ簡単に死ぬからな。能力値全然上がらんのよな。こっからレベル上げてもあんまり意味ないような感じなんだな。うわ、こっち道違った。うわぁ。一回やったのに覚えてない。一回ね、あれなんだよな。城のところまで来たんだよ。来たー早かったー。ちゃんと合ってた。よかった、ちゃんと合ってて。そして、ここです。これ休めるんかな。薬草とかね、こういうの売ってんだよ。うわ、懐かしき。懐かしき最初の街。これね、勇者ヨシヒコでもあったな。まあ、逆なんだけどね。これがあってからの勇者ヨシヒコだからな。なんだこの街は。すごいいい街じゃないか。ようこそローレシア城に。あ、これはガングリ王子様。お帰りなさい。よくガングリ王子って分かったのは。これ誰かに聞いたらなんか、解けるんだよな、あれが。こいつか。パクパクか。私は前の大臣に代わって王様に仕えることになりました。ミリエラと申します。天下一品。投げな、こいつ。うわ、あ、ガングリよく持ってきた。ハーゴン殿を誤解したせいで、そなたたちは随分心配かけたな。しかしもう安心じゃ。ハーゴン殿は実は気持ちのいい人でな。わしも部下にしてもらったんだよ。最悪やんか。そなたのこともよく頼んでおいとか。もう戦うことなど馬鹿げたことを考えではないぞ。え？これ誰に話すんだっけ？ちょっと倍速にしよう。普通に倍速にする。ここら辺、誰に話しかけるんだっけな。どっかいるんだよね。多分重要なキャラが多分どっかいるはず。牢屋かな。全部入れるからね。お、これなんか、あ、これ全部空だよな。これ全部空なの覚えてる。ここも取って、牢屋に入るんかな。お前むにゃむにゃむにゃ。ハーゴン様万歳。こういうアイテムとかは？あれどこに行くんだっけ。これ下行っても意味ないよね。ダメージ食らうだけだもんな。やめとこ。いや、行こう。一歩だけ行こう。よし。全然大丈夫。ロトは、主人公は大丈夫だけど、ロトの鎧とか持ってるから。あれちょっと倍速にするか。
どこに行くんだっけ。飛んでも大丈夫じゃない。ハーゴン様、鬱陶しいな。そんなにハーゴン推しだったんだな、この街。全然聞いてなかったな。これお前か？あれ？誰に話しかけりゃいいんだっけ？あれ？どうやってするんだっけ？なんか使うんだっけ？このジジイに話しかけるか。あれ？あ、これ普通に行くんだ。これどこに出る？あ、ここに来るんだ。あ、これ。もしかして？あれ？ああ？これは？あ、これ移動してないってことかな。お前か？犬か？あれ？これなんか使う、なんか使うんか。山越えの。トゥルルルー。あれ？これ何するんだっけ？ロトの印。なんだか勇気が湧いてきた。あれ？邪神像。あれ？これ何するんだっけ？あれ？俺裏でやったとき、なんかできたのに。ショート動画作るとき。あ、これどうするんだっけ？ちょっと戻ってきて、世界地図見てもらって、ここに来てるんだけど、なんかね、ルビスのホラー穴のところに行かないといけないみたいな感じなんだけど、俺行ってなかったっけ？なんか印全部集めて、なんかどっか行かないといけないみたいなところが、ここっぽいみたいなね。ちょっと倍速でガッツリやっていくけど。ここか。お、いつと文章が、俺これやってなかったんだ。ショート動画もう半年前の記憶がもうやったと思い込んでたけど、そっか、あそこの洞窟、あだこうだ、の、その文章を取って戻って、でこっちに来ないけんというね。でこれでルビスの守りを手に入れると。これルビスの守りのところのあれ誰から教えてもらうんだっけな。もう攻略サイト見たから分かんねえわ。分かんねえわ。忘れたわ。うわー、これさ、また最初からやろうとしたらさ、ルビスの紋章何それみたいな感じになっちゃうんだろうな。これでルーラーで戻ったら、あ、こいつくわけね。よし。そしたらもうそのまんまよ。そのままガッツ。これ、ルーラーで戻るのって、セーブしたところからかなんかな。まあ、とりあえずガッツリ逃げていって、もうガッツリ倍速でやっていくんで、関係ないんで、全部逃げてやるんで、もうレベル高いんで、全然逃げれます。全然逃げる。これ下からね。さっきと同じミス。逃げる。よし。紋章行ったらね、ちゃんと祠いかんとな。チェックつけなきゃいけないのね、本当はね。世界マップを自分で作って、ここ行った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 。で、ここだけ行ってない、ここはなんかいるみたいな。ここ怪しいみたいな。チェックせなきゃいけんやったんだよ。で、これルビスの守りを使っていく。ガングリはルビスの守りを、抱き。天に祈った。どこからともなく美しい声が聞こえたけど、ラララララー。ガグリを騙されてはなりませぬ。これは全て幻。さあ、しっかりと目を開き、自分の目で見るのです。ドゥルルルドゥルルドゥルルルルルル。ここはローレシア城です。うわ、こっから初なんだよな。結局騙されていなければいいものを見破ってしまうとはかわいそうなやつめ。あ、戦うんだ。誰？シルバーデビル、デビルロード。弱い。こいつは弱い。3しか覚えてもらわないんだ。リンダー、マジかよ。ベギマラ、あ、やばいね。まあ普通にヨナズ使っていきますか。多分逃げれんと思うけど、もうバッバックリ倒していきますか。はい、聞かない。なんで聞かないんか。あの、回復さんやべえな。スケさん死ぬ。いっつもスケさん死ぬんだよな。死にそうになるんだよな。
ベホマは右下ね。まだ覚えてないんだよね、場所。久々にやるから。毒の息。よし、オッケー。全然もらえねえ。この炎全然もらえねえ。キアリして、ベホマをがっつりやっていく。てか、まだリンダー、レベル、というか、全部覚えてないんだよな。全部覚えてないって良くない気がするけど。よし。これ敵出てくんのかな？これのんびりやりたいね。うわぁ、これなんか右も左も行けそうにないなぁ。うわぁ、行きたくね。で、まずは周りを見る。はい、全部ダメ。じゃあ左から行くかなぁ。全部ダメだった。あぁ、これダメに食らうんだよなぁと思ったらなんかヒール。ここは洞窟、いやいやいや。あ、味方食らうじゃん。ええー、マジかよ。痛い。そんな痛くねえ。そんな痛くなかった。レベル高えから。これなんかあるんじゃないの？そこなんかあれや。なんかあれや。まだ全然大丈夫。全然じゃないけど大丈夫。メラメラメラ。これいけないの？うわ、めんど。ここの端っこになんかあるとか。最後だからって言って、最強のアイテムがあるわけじゃないけど、邪魔だな、こいつ。いや、お前、超邪魔。マジで邪魔。ほんと、どこ行ってくれ。なんか、ハマったんかと思った。マジで倍速使おう。こういう時の倍速。邪魔なんで。全然使うんで。でも死ぬんじゃね？うん、全然大丈夫。倍速。どけ。お前は誰？旅人の宿へようこそ。ああ、それ、位置的にな。そしたら、ここも、何もないと。何もないってなんだよ。一回回復食？うん、やばいね。もう死ぬ寸前だったね。危なかった。主人公だけ残ったら回復できないかな。一応、ザオリー君も二人覚えてるから、主人公死んでも二人おれば問題ない。あ、出た。メラメラメラ。マジか。本当に来たの初めてみたいな反応するやん、俺。本当に初めてです。マジかよ、めんどくせえな。こっちか。取れないのか。まあ、マジかよ。マジかよ。死ぬ？まあ、全然大丈夫。これ、裏になんかあるとか。これなんどうやって取るの？なんこれ。終わってんじゃん。ずっとズンズン、ズンズンなるんだけど。あ、やった。あ、めっちゃダメージ食らってる。もうすぐ行く。ダメージめっちゃ食らってる？うん、めっちゃ食らってる。すげえ死にそうなんだけど。ちょ、お金でダメージ食らわないとかやってくれんかな。金あるからさ。小銭バーンってばらまいたらさ、その上に乗ったらダメージ食らわないとかできるやろ。よし。すぐ行く。何もない。マジかよ。あ、終わってるこれ。何これ。またダメージ食らっちゃうよ。まあ大丈夫。まだいける。あ、怖い。3歩はいける。1歩でどんだけ食らうんだ、そもそも。あ、すげえ食らう。20ぐらい食らってる。超食らう。これ右でやってんのかな。やべ、下手したら死ぬ。84。15ぐらい食らってんのか。お、ギリギリ。これはなんと、悪魔の鎧。悪魔の鎧は意味ねえんだよな。知らんけど。もういらないんで。てか、スケさんつけとく？どうせ、防御力弱いし。悪魔の鎧装備しちゃいけんやった気がするけどな。強っ！やっぱダメか。ドゥル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 ドゥンルン。はい、強くなった。呪われてる。やっぱ呪われてる。関係ないんで。わ、マジか。めんどくせえな、ここ。あと一歩いけるかな。あ、いけたいけた。呪われてるけど大丈夫かな。これ呪われたら勝てないとかそんなんないよね。倍速でガッツリいっちゃう。
っつりもう、ベホマして、もう、ベホマなくなっちゃうよ。超怖え。あと一歩、よし。よし、オッケー。これでもう左いけるよ。え、アイテムじゃん。悪魔の尻尾。え、これどこに行くの？もう死ぬ。え、これどこに行くんだろう。よーし、わかったぞ。攻略サイト見た。もう全然わからん。もう忘れた。もうちょっと飽きてるもんね。ここまで来ると飽きてるんだよ、俺。こんなあったかな？ここでなんか使うとかあったかな？全然覚えてない。見てない。見てないし、覚えてないし、もうわからん。全くわかんない。邪神像。ドゥ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 。やっと来た。で、ここは、あ、もう敵出るんか。敵出んじゃねえよ。ドラゴン、弱そう。ドラゴンは弱えだろ。やっと進んだ。30分かかった。ルビスの守りを取って、ただ邪神像。ルビスの守り使って邪神像を使っただけ。ほとんど進んでないけど30分かかった。リンダレベル上がってるね。もう最後のやつ覚えてもいいんだよ。なんかでもね、攻略サイト見る感じでは、レベル全然足りない感じがするけど大丈夫かな？全然足りないみたいなの書いてる。36ぐらいいるみたいな感じ書いてるけど、そんな無理。今俺眠い。無理です。もうこれクリアしたい。え、これな、普通にクリアした人いるんかな？これドラゴンクエスト2さ、攻略サイト使わんでクリアして、もう相当もうめちゃくちゃ頑張ってやった人やな、これ多分。まあ、でも世の中にいっぱいおると思うけど、ありとあらゆる、なんかまあ十字架怪しいよなーつって、とりあえずなんかいろいろ使ってみるか、来たーみたいな感じやろ。全然わかんなかった。誰か村人行ってたっけ。もう時間経ちすぎて覚えてないわ。半年は言い過ぎやけど、半月ぐらい経ってるからな。お、はぐれメタル出てくるんだ。はぐれメタル倒したいな。強いかな。他のやつら、あ、はぐれメタル逃げた。あ、逃げた。えー、マジかよ。倒したかったな。悪魔進化で、ここまでボスとか全然出てきてないもんな。これはショート動画作りづらいな。よう頑張って俺ショート動画作ろうと思った。で、最初仲間にするところのショート動画作りやすかったは安かったんだけど、後輩になればなるほど、悩むところが多すぎて、見どころなかったもんな。マジで。何にも見どころなかったわ。どこに行ったらいいんだろう。じゃあ適当にやるか。あ、見つけた。あ、見つけた。だから、超適当にやっちゃったわ。まだ？ここのダンジョンは長くなくていいじゃん。前のダンジョン死ぬほど長かったんだから。まあまあ、でも一本道だな。割と親切。割と親切に一本道。あ、ん？ボス？うわ、アトラス。名前かっこいい。でも色違いの、ただの、オーガというか、誰だっけ、ギガンテス。これ全部使ってみるか。ラリフォーから使ってみるか。どんどん相手がないと。眠るわけないよな。目パッチリしたもんな。目1個だし。うん、な、2回攻撃だぞ。じゃあ、ベホイミガングリ使って、これ、防御上げた方がいいかな。マヌーサ。効かない。効かないんかい。呪われて動けねえじゃねえか。死んだぞ。呪われて動けて死んじゃった。ああ、これ呪いちょっとダメだ。呪いちょっと解除してもう一回ここに来よう。呪いどうやって解除するんだっけ。では、我が教会に3100ゴールドのご寄付を。なんということで、寄付をする金が足りないようです。マジかよ。終わってんな。ちょっと聞きたかったのに。ルルルルルルルを聞きたかったのに。ちょ、預かりや、ここか。引き出す。金。めっちゃいっぱいある。1万円引き出しちゃう。解いちゃうか。呪いを解く。スケさん。3100円。高い。
終わった何もないんだ。え、こういうの解いただけ。悪魔の鎧は装備してる。あ、やっぱなしになるんだよな。じゃあ魔法の鎧じゃ弱い気がするんだよな。よーし、とりあえずここまで戻ってきました。とりあえず呪いは解除して、ここね。いや、ギガンテス強っ。アトラス、こいつなんだよな。どうしたらいいんだろう。どうやってすればいい感じになるんだろう。スクルトとかした方がいいかな。メガンテ、メガンテ死ぬやつか。ザラキは死なないだろう多分。これスクルトの方がいいんかな。防御力上げたり下げたり、ルカンナとか1だし、これ下げて80下げて、これ防御力すんごい上げて、早いな。倍速とかにしないように送るのが早い。まあ、とりあえず防御力上げて、でこれ回復一体するか。スケさん、ほい、はい、全開ドーン79、43。2回攻撃されたらいってんだよな、めちゃくちゃ。でもう1回作るとして、でもう1回ベホマ、うい、あ、2回で OK ね。これ確かめときゃよかったな。74。まあ、特にやることねえな。特にやることないときは攻撃かな。で、リンダは攻撃しても意味ねえから、まあ、ちょびちょび回復するか。70、あ、全然倒した。余裕じゃん。弱いじゃん。そっか、スケさんが動けんやっただけで、そんなにこいつは強くねえんだ。ここで負けるやつってあんまりいないんだろうな。いやー、鎧つけたかったもん。なんか弱いからさ、なんかガイアの鎧売っちゃったからさ、間違って。さあ行くぞ。で、これはとりあえず下に行くよね。これ右行ったら落ちるとかないよね。ふわー。落ちるのありか、言えよ。あ、しかもこっからかよ、もう倍速にしよう。マジかよ。落ちるのありかよ。落ちるのありなら、落ちなんでよかったのに。くぅ。で、ルビスの守りをガーって使って、で、ここダメージ食らうから嫌いなんだよな。で、ここで邪神像を使って、またあいつ倒さなきゃいけんのかな。そんな、一回倒したらいいやろ。で、一回リンダで、ベホイミーを使って、また最初からだからな。で、これ上行って右。あ、ドラゴンだったら逃げても大丈夫。多分悪魔神官系が出てきたらめんどくせえんだよな。ギガンテス系が出てきたら、ああ、こいつら来たらもうやべえから、これゆっくりするか。イオナズン、ギガンテスイオナズン効くから、ただはぐれメタルに効かないんだよな。もうそれだけでも全然いいんだよ、食らうだけでも。うーわー、全然当たられて、うわやべ。こうなった時はもうベホまで回復するしかないんだよな。リーダー意外とギガンテス強いんだよな、ね。意外ととか普通に強いんだよな。ギガンテス 5体ぐらいですけど終わりなんだよな、ね。ただなんかドット絵的に5体は無理なんじゃねえかっていう俺の予想。うわー、これベホまでリンダ回復させるしかねえな。うわー、ギラとかが地味にどんどんみんなのダメージを、おはぐれメタ倒せるか。ワンチャン倒せる。だからリンダばっかりになると思う。なんでこいつが。うわー、しかも映画に多分最悪。なガングリ狙いや。おお、ガングリいいね。狙ったね。ここは、一旦、ヨナズンか。うわー、映画逃げなければな。倒して。あ、やっぱ倒すよね。よしよしよし。先にギガンテス倒してもいいかな、ああいう時。したら、はぐれメタルに集中できる。うぃ、いいね。リンダはダメなんだ。わー、やばい。会心こい。うわー、いい。全然逃げない、こいつ。うぃ、初めて倒した。たけ、11,310。レベル35。え、もうこれいけんだろ。うぅ、初めて倒した。あんなにもらえるんだ。いいね。ただ、ああいう時はちゃんと、ギガンテスから倒そう。ちょっときついわ。いて、ま、運よく、あれ ?MP がない。あれ、なんでさっき、宿屋で回復したのに、もうなくなった。マジかよ。ま、多分ここ最後だから。いやー、一回戻るか。あれ回復できてないんだ。あそこの宿屋って回復しないんだ。
あー、じゃあ一回戻るかな。死に戻りするか。死に戻りしよう。お、はぐれメタル来た。死に戻りしよう。そしたら悪魔神官まず倒す。で、リンダはやることねえからいいよなーずんと思ったけど、MP ないな。MP ねえじゃん。じゃあ、ルカンなぁ。悪魔神官。やることねえじゃん、そしたら。そっか、あそこの宿へ。回復しないんだな。もう完全に戻りゃよかったな。じゃあ、これ倒したらカットとか。まあ、悪魔神官とりあえず倒したいな。あー、メダル、あー、ハグルメダル逃げた。あー、ユナーズン使ってきた。ガングリドーン。リンダ、ボーン、18。リンダの攻撃はしょぼすぎる。なんか、なんとかならんかな。ピストルとか持ってさ、攻撃してくれんかな。100ぐらい食らうんだろ。目にダメージ出したら終わりだろ。よーし、ここまで戻ってきました。出ない。一回倒したらいいんだな。じゃあ、あれだな。もしかしたら何回か戻ってくる。倒して戻って、倒して戻ってっていう。形になるかな。何もない。多分こういう中にあれだろ、なんか階段があったりなかったり。何もないぞ。敵出るな。お、うわい。一回ずつボスがいる感じね。バズズ色違い。シルバーファング、それはあのワンパンマンだ。シルバーロードの色違い。まあ普通に、まあ防御上げて、とりあえず防御上げて下げて、上げ下げして、85下げた。2回ずつね。いいね。ベギアーマ弱いね。それは弱い。2回ずつやれば全然で、そっからもう普通に攻撃しまくったらいいんじゃない。あ、間違えた。なんか間違えた。なんかした。ベホマしたんか。危ねえ。ザラキ持ってんだあいつ、やば。ルカンだね。うわ、ルカンの先に下げたかったな。63。どんなか、うわお。爆裂パンチとかねんかな。ちょっとあれだな、弱いな、攻撃が。まあ、寝るわけないしな。バキ、撃ってみる。てか、リンダーはバキで、スケさんはベギラマなんだな。普通に倒したの。普通に弱いね。全然何の問題もなかった。一応回復は、まあ3でもいいぐらいダメージ食らってないな。バズズめちゃくちゃ良かったな。めっちゃ弱いじゃん。てか、ボスって初めて、うわ、落ちそう。ボスって初めてここで出てくるんだな。うわ、落ちそう。一歩一歩進んでも意味ないけど、一歩一歩進んじゃう。お、ここもボスか。いや、ボスが弱え。普通にボスが弱え。ベリ名前何やった？ベリアル、まあ、ベリアルも別に普通に。ああ、これルカンナとスクルトがあれなんだ。場所が違うんだな。じゃあこれベホーマーでスケさん。よし、間に合った。イオナズンやべえな。イオナズンの微妙な攻撃。まあ、リンダとりあえず回復でいっか。リンダ回復しとこう。よし。25。49。あんまり効かんな。イオナズンがやべえんだよな。まあ、でも、ガングリが結構耐えてくれるから、ガングリ最後でもいいな。で、ベホーマーをスケさん。できてるでーん。どうしようかな。まあ、このままでいっか。このまま回復しながらの攻撃かな。うわ、ベホマ使ってくんのか。え、全回復一回限りだろ、多分。さすがに。攻撃力的に。じゃあ、ガングリを回復させて。うわ、何撃ってきたん。あんまり強くなかったけど。あ、これ、全員攻撃でいいか。与えられない。燃え盛る炎。燃え盛る炎使うんか。ベギラマの上のね。生き系の攻撃だな。ベホマ。はい。リンダ死ぬかな。あ、よし。ちょっと危ない。相手から攻撃されたら結構やばいな。あ、まあ、リンダ早いから先に回復する可能性も全然ある。燃え盛る炎。強いな。
硬いなこいつ。よし、オッケー、ベリーアール倒した。強い、こいつも強い。やるやん。レベル何だっけ俺、35で結構あれやな、結構な苦戦やな。うーん、まあベホイミを2回、いやらんでいいか、ベホイミ2回はホイミやっとくか。ホイミポンやって、でリンダ祈りの指輪使っとくか。 MP 回復75、強さ見るか。75、まだ全然足りないな。ガンガン使っていこう。これで終わりなんだから、多分ね。これで終わりじゃなかったらどうしよう。まだまだ死にや死ねえよっつってからまだ出てくるかな。昔のね、プレステ2ぐらいのね、ゲームだったらね、こいつ倒してようやく半分みたいなのがノリがあったからな、めちゃくちゃいっぱい。テイルズ・オブ・リバースも、テイルズ・オブ・レジェンディアも、まだまだ死にや死ねえよっつってからな、これもう別にセーブする意味ないけど、セーブしても別に最初からするから関係ないんだけど、一応セーブしとく。最初からというか、死んだところからやり直すけど。うわ、これ出たな、下かな。これ下から行くのが普通なんだけど、でも俺はあえて上から行く。うわ、これ敵出てきたらやべえな。うわ、下から行けばよかった。普通通り下から行けばよかった。下から行くのがセオリーなんだけど、俺はあえて上から行くことによって上が正解っていうね、方法を取ったのに全然やな。でもこれ主人公効かないからいいんだよな。これ多分敵出らんパターンだな。無理か。あー、まあ、さっ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 さ、まあ大丈夫。計算したくないから適当に歩いて、4は大丈夫だよな。あと3は大丈夫。もうこれギリギリまでやっちゃおう。20、あ、まだいけるだ。よしよし。何歩食らってんだろう。7ぐらい食らってんのかな。ちゃんと計算しよう。160からの7、やっぱ7食らってるな。7、10回いけるな。1、2、3、4、5、6、7、8、一応ね、9、10、11、12、はい、余裕。あー、やっぱ下からいけなかった。やっぱ昔のゲームだからセオリー通りでよかったな。もう今のゲームとかにやりすぎてあれだな。いや、上から、普通は下から行くのがセオリーだけど、あえて上からっていうのは昔のゲームだな。うわ、え、こいつ最後もう終わり。なんかもっと出てくるようなイメージだったけど。誰じゃ、私の祈りを邪魔する者は愚かな者め。私を大神官ハーゴンと知ったのは来ないか。はい、ならば許せぬ。おのれの愚かさ邪魔しようがよーい。こいつ、こいつもなん、第2桁ある。え、こいつも最後。なんか真ん中にコウモリ、お前自分でそれ刺繍したんか。かわいいなお前。俺にもそれちょうだい。自分で刺繍してるやん。じゃあ、スクルトとルカンナをやって、なんかやってきた。ね、イオナズンか。52。まあまあ、別にスクルトとルカンナをそのままやって、なんか、マダンテとかその連続してやるとかそんなせんやん。防御は一回下げるぐらいで。あと何もないか。魔法トーンとか聞くかな。一回やってみよう。やってみたいよね。やってみたい感あるよね。イオナズン、うん、魔法トーン。お、呪文を封じ込めた。マジで。お前はもう呪文は使えない。呪文を使わない代わりになんかすごい技を使ってくるみたいな、やめてね。まあベホーマーを普通にスケさんにやっていくか。燃え盛る炎、普通に息吐いてくるやん。くっせえ息吐いてくるやんこいつ。何こいつ、やべえじゃん。まあ、ベホマで回復しとくか。マヌーサーで幻見せて、切り見せるんだっけ。あ、でも普通に攻撃してきたな。てか、あいつなんか目がさ、炎なんだけど。マヌーサー使ってみるか。多分効かんと思うけど。効かん、ですよね。アスケさん死んじゃう。でも魔法封じてるから、イオナーズン使えないよな。でも、あれか。
攻撃2回された瞬間、危ない。普通に燃え盛る炎を使ってくるからな。呪文じゃねえんだよな、燃え盛る炎は。これどうする。まあ、ベホンまでガングリ回復させとくか。眠らない、ブブーバブー、マジバブー。あいつバブーじゃん。おのれ口惜しや、このハーゴン様がお前らごときにやられるとは。しかし私を倒してももはや世界を救えまい。我が破壊の神指導、今ここに生贄を捧ぐ。グー、お前が生贄、お前が生贄するんか。勇者が生贄捧げられるんじゃなくて、お前が生贄捧げられるんか。で指導が本当の、まだあるんだ。なんだよ、まあ、だってめっちゃ弱かったもんな。めっちゃ弱すぎだったもんな。じゃあ、まあ、祈りの指輪をがっつり使っていこう。壊れる。祈っただけで壊れる、この指輪。なぜか祈っただけで壊れる、この指輪。大丈夫かな。まだ、使いますぞ。まだ使える。もう限界まで使うから。まだ使える。犬に壊れんな。一回寂しとくか。あ、なんだ。後ろ下がっただけで。なんだこの炎は。ガングリ、ガングリオーン。でこれ閉じ込められるっていうやつか。ガングリオン。これが封印を解いた。だことで、うわこれさ、なんかドラゴンクエスト2の最新の、一番最新のリメイクやった、これムービー入るんじゃない。今ドラゴンクエスト2の最新のゲームって何で出たんやろ。 Wii とかスイッチとかであるんかな。そのドット A じゃなくてちゃんと 3DA みたいな。ドラクエ3はね、新作が出るけど、いつ出るか知らんけど。来た指導。あ、ちゃんと刺繍とかしてない、服着てない、こいつ裸や、裸。手が6本なのか、手が2本で足が2本か。スクルトと、まあルカンナをがっつりやっていく。すごい BGM やね。なんか戦いの BGM の怪人来た。いい怪人だね。戦いの BGM じゃないね。あ、これ回復した方がいいかな。回復攻撃の方がいいかな。ガングリに回復して、で、ベホンはデスケさん。ガングリ、いけ !66。ルカンナ。あれ相手今何した？なんかわからんけど、ボギーしとこう。よし、なんとかなった。相手何したんだろう。まあ、スクルトして、今リンダ回復して、うーわマジかよ、終わってんなこれ。呪文をザオリクリンダ、一発攻撃食らってからがよかったと思ったけど死んじゃったね。うわこれどうしよう。うわ道具とか持ってないよな。月のかけらでなんだか守れんかな。これ一回防御しとく。攻撃しても意味ねえもんな。一回ベホマで回復？うわーこれ防御で回復、防御で回復やな。うわー MP 全開しとってよかった。とかスケさんが弱いんだよな。攻撃してザオリクを一回挟んで開始。いいね、175めっちゃ食らった。いやなんか激しい炎ですんげー食らうんだよな。でこれベホマリンダ、これ、スケさん死ぬか。まあ、しょうがないか。あ、危ない残り1リアルタスキ。で、ベホマで、リンダ、スケさんに、ベホマ、スケさん。危ない。こうやってやっていくと、いずれ死ぬな。こっちが。まあガングリ MP あるよね。 MP まだいっぱいあるからがっつりやっていいな。ルカンナやってきてるんだ。じゃあスクルトやっとかないときついんだ。これ後遺症意味ねえんだよな。
ルカンナで下げれんかな。お、120下げた。めっちゃ下げた。まだ下がるぞ、あいつ。攻撃。ベホイミリンダ。ベホマスケさん。よし、よし。間に合った。ガングリがやばい。で、スケさん、まだスクルトいけるかな。で、ベホーマ、ガングリーン。よし、間に合った。あ、まだ増えてるな。あ、もう死んだけか。一回死んだ分があるんか。ベホイミ、ガングリーン。いや、ベホイミ、リンダ。あ、危ない。ベホーマ、スケさん。うわ。ガングリが死ぬ。ガングリが死んでも二人回復いるから問題ないんだけど。あー、これスケさん死ぬかな。うわーっと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 。でもいけるぞ、全然いけるぞ。いや、これ攻撃して、で、ベホーマスケさんだな。うーわ。すげえ食らう。スケさん、スケさんも結構ダメージ入るな。あー、でもこれ、ここは回復か。もう回復メインだな。あー、でもこうなるとリンダがワンチャン死ぬな、次。85。うわ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 。ベホイミリンダ、ベホイミリンダ、ベホマスケさん。うわー、これだ。ああ、危ない、危ない、死ぬかと思った。先にベホマしとってよかったな。じゃあベホイミをガングリ、ベホマスケさん回復、回復、回復攻撃、回復、回復攻撃、回復、回復攻撃だ。あ、でもここ回復、ここ攻撃したいか。で、ベホーマー、はい。MP もちょっと気をつけなきゃな。あとどれぐらいあるんだろう、二人とも。お、倒した、お、倒した、お、重量、イエーイ。レベル35で倒した。あ、全然余裕じゃん。どこからともなく美しい声が聞こえる。破壊の神、シドウは滅びました。お、滅びた。ふわーって消えていった。これで再び平和が訪れることでしょう。私はいつまでもあなたたちを見守っています。おお、すべての命を司る神よ。私の可愛いスタンチ、光あれ。さあ、お行きなさい。どこに？城に。おお、すごい壊し方したね。え、終わり？え、これ、え？普通なんか自動で、あだことになるんじゃないの？え、これ戻るところまで？倒したよ。え、な、このワンピースみたいにさ、なんか黄金の鐘をカンカンカンって鳴らしたら相手に伝わるとかじゃないんだ。え、じゃあこれルーラーで戻っていいの？これルーラーで戻って、で、こっからまあ下界にすぐ行けるから、まあとりあえずセーブする？え、待って。え、ここで4ぐらいにセーブしとって、で、ここで、おう、ガングリオ、そなたたち、本当によくやった。邪神が滅びて、やがては、このロンダルキアの地にも崩れ去っていく。私も長い間、この人々の行く末を見守ってきたが、その役目もそろそろ終わり、そなたたちとはこれでお別れじゃ。おう、神よ、伝説の勇者、ロトの人たちを、いつまでも見守りたまえ。パー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 ファイフージャー、みんながそなたたちの帰りを待っている。自分で帰るか。うわ、めんどくせえな、おい。最後エンディング見せろや。エンディングが、エンドロールが流れつつ、主人公たちが、こう自動で帰るみたいな、のはないんだね。で、この罠で一発で死ぬみたいな。そんなことはない。で、ここの、これもガーッとやって、シュイーン。え、なんか自分で船戻るん？いや、超めんどくせえじゃん。あ、しかもな、クラーンがあってる、ここ。あなたがもしあのハードを倒したお戻りになったのでは？ええ、わかりますとも、この空気のすがすがしさ、あいつそんな臭かったん？そんな臭かったんか？もうそれはしょうがないか。それはわかるか。そんなに臭かったら、なあ、わかるな。てか、回復してるね。うん、してるわ。てか、主人公最後まであれだな。呪文使えなかったな。確かなんかどっかでショート動画でなんか見たのに、ドラクエ2の主人公だけ呪文が使えないっていうやつだったような。あ、じゃあこれも敵現れないんだ、多分だけど。
まあ普通ならめちゃくちゃ聞いたこの BGM、 船の BGM、 俺ずっと倍速でやってたからこの BGM あんまり聞いてないから、普通に BGM 聞こう。もうここの BGM ほとんど聞いてほぼ倍速だったから、ほぼほぼ倍速。絶対さ、ドラゴンクエスト2を普通に通常プレイした人はこの BGM 死ぬほど聞いたやろな。次どこに行くんみたいな感じで。まあ俺はもう行く場所分かってるんだけど、ただ遠いんだよな。だから、まあ、ちょこっとね、ちょこっと倍速しよう。まず左にグイーンって行く。ね。で、ぶつかったら上。ぶつかったら上行って、こう下にグイーン、グイーン、グイーンと行って、で、こっから普通に、同速で。で、ここ上に行ったら多分着くんじゃないかな。いやー、ドラゴンクエスト2クリアした人、普通にクリアした人、これ普通にすげえと思うわ。攻略サイトなしとか、その攻略本使わずにクリアするの。絶対時間かかるけどね、100時間かかる。100、いや、どうなんだろう、どれぐらいかかるんだろう。俺甘く見すぎてたけど、なんか、見た感じ、なんか30時間か40時間ぐらいでクリアできるよと思ったけど、もっと時間かかりそうな気がするけどな。さあ、持ってきたぞ。俺が戻ってきたぞ。お、ジジイ。この年になって、もはやこんな嬉しい思いをさせられるとはありがたいことじゃ。なんまだダブ、なんまだダブ。まんだだダブ。うわ、もう俺が戻ってくの分かっとうやん。24時間365日、そうやって待っとったんやな。戻ってくる途中に死ぬ可能性も全然あったの。船が墜落してあだこうだ。王子ガングリオ、さすが我が息子、ロトの血を引く者よ。そなたのような息子を持って私は誇る。お前も血、継いであるならお前も戦えや。戦ってくれたら楽やったのに。どうやらそろそろ、新しい時代が始まる時が来たようじゃな。ガングリオ王子、今こそお前に王家を譲ろうぞ。引き受けてくれるかな。待って、これ、これ5にセーブして、いいえ。これわがままを言うではない、引き取ってくれるかな。いいえ、え、こんな一生続くやつ。これ倍速にして、もうずっといい押すからだ。これ譲らない。いや、めんどくさいから譲る。そうか、家にしてもいいねんか。そうか、よく決心した。皆のものを聞いたな。老齢者の新しい王の誕生じゃ。さあ、助さん王子も、リンダ姫もこっち。これさ、3番目のさ、セーブデータやとどんな名前になるんだろう。これからも3人で力を合わせ平和を見守ってくれい。新しい王様万歳。ガングリオ、兵士が言ったんか。いいね、ここでタイトルコール。タイトルコール？タイトルの BGM。でん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 。マジかよ。それやってほしいなって今言おうと思ったら、ちゃんと流れてくれた。わかってるなー。やっぱ昔からずっとそうなんだよな。こう最後のエンディングでオープニング曲を流すっていうね。アンナチュラルとかやったらもうレモン流れてるずっと。夢ならば覚めればよはははって言って、あれめちゃくちゃ流れるからな。最後の最終回なんて2回流れるからな。途中で流れて最後にも流れるから。で、泣く。アンナチュラル、アマゾンプライムで見れるけどね、めっちゃ泣けるよ。今だけかもしんないけど。ルン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 。これ10年後、もう一回ドラゴンクエスト2やって、絶対攻略覚えてないやろうな。あれ、証とか印どこだ？こうしてロトの血を引き若者たちにより、世界に再び平和が訪れました。やっとクリアした。半年後にようやくクリア。やりたいゲームとポケモンで忙しくて、で、あとドラゴンクエスト2があんまりやりたくなくて、結局2周やっちゃうというね。しかもクリアする前でやめてるからね。あとちょっとだったんだな。本当にあとちょっとだったんだな。
はい、終わったね。本当に本当にあとちょっとのところ、あと30分で終わるところで俺は半年前やめたんだな。あと30分我慢して頑張ってやっとったら終わっとったのに。ちなみに前のデータは俺ルビスの印証持ってたんだろうか。まあそれちょっと確認して終わりにしますか。あと30分でクリアできそうだったのに、マジで。能力的には多分大丈夫だったと思うんだけどな。まあ、とりあえずちょっと倍速にして。あ、これね。銀の鍵ね。このなんか急に画面が消えるのやめてほしいな。たまにね、なんか、配線が悪いんか知らんけど、切れるんだよな。長えな。ザ・エンド。あ、こっから何もないんだ。あ、じゃあ、ちょっと、リセットして、リセットして前の俺のデータちゃんと取ってたんだろうか、覚えてねえんだよな。冒険のこのライスっていうね、この半年前にやったこのデータ、これちゃんとやってんのかな。道具、あれ稲妻の剣になってるけど、ロトの剣じゃない、こっちの方が強いんかな。でランド、アイ、こっちがね本当の名前だからね。光の剣、世界地図、破壊の剣とかある。買ったのかな。悪魔の鎧、悪魔の鎧はいらん、捨てるわ。別にもうやんないけど捨てるわ。あ、ルビスの守り取ってるな、ちゃんと。ルビスの守り取ってるということは、取ってやめて、で城に行く前に飽きてやめちゃったんだ。はあ、すごいところでやめたね。しかもレベルはもういけるからな。水の羽衣とかちゃんと取ってるし、祈りの指輪いっぱいある。もうこんな絶対勝てるやん。あれ邪神像なくね。ある、邪神像もあってルビスの守りもちゃんとあるのに俺ここでやめたんだ。なんでなんで。え、これロトの剣と稲妻の剣ってどっちが強いんだろう。破壊の剣強っ。稲妻の剣237。あ、破壊の剣はあれなんだ。呪いのやつなんだ。なるほどね。ロトの剣なんぼ？攻撃力。破壊の剣はダメだから、稲妻の剣が237。237、237、237。1のロード。違う。0のロードだ。装備の184、237、50ぐらい違う。どこで拾ったん？どこで拾ったん俺。あ、でスケさんのさ、スケさんの、あ、そっか、これリセットしなきゃいけないのか。あ、しかもこれリセットしたらこれあれやな、クリアする前になるな。まあいいや、ライスで装備、あ、ミンクのコート持ってるじゃん。ちゃんとやってる。こっちの方ちゃんとやってる。こっち前の半年のデータちゃんとやってる。ミンクのコートもちゃんと持ってる。絶対こっちのデータでやったら超余裕じゃん。よかったな。よかったな、前回のっていうかさっきの動画でよかったな。破壊の剣というか稲妻の剣持ってなかったし、ガイアの鎧も捨ててしまって、ミンクのコートもちゃんと買ってるのに、買った状態で、買ってないのに普通に買ったな。すごっ、普通に俺すごっ。しかもレベル35で。次回ドラクエ3で、次ドラクエ4で、次ドラクエ5で、次ドラクエ6で終わり。あと3、4、5、6。また半年ぐらいかかるんやろうな、多分。クリアするのに。ボスいっぱい出てくるかな。そしたらショート動画作りやすいんだけどな。